健康回復モードちょっと足したい直せという信号先ほどの項目では不足状態という厳しさの加減が重要でしたそれは健康からやや健康の範囲でかなうものです不健康から病気の時患う者にとっては援助が必要なのであって厳しさは避けなければなりません あなたが病院に入院したと想像してください。病気が重症であればあるほど、絶対安静にしますよね。入院中のお世話は、看護師さんはじめ、病院スタッフが手伝ってくれます。日常の良作から離れて、一切無理しないようにします。とにかく、ベッドで横になる、十分な睡眠をとること自体が治療になっているのです。しかし、 寝ていいるだけでは治らない病気だから入院したのであって治療は必要ですそこで治療は何をするのか最もポピュラーなものが薬物療法です早い話薬ですおおむね薬は毒ですというか毒が薬になっていることが多い以前医薬品開発の仕事をしていた人から伺った話や 現役の医師たちも証言します結果的ではあるものの、多量に摂取すると毒性が強く、ごく少量で治療効果が期待されるものが薬になっているらしい。そう言われれば、1回の服用量が牛乳瓶1本分もある飲み薬、アンパンダイの錠剤なんて見たことがない。病院治療の例は、このぐらいにして。 不健康から病気の時の健康回復術について触れます薬と毒の関係のように体は物質によってごく少ない量で反応します毒を薄めれば何でも効くという話ではありません排除すべきと体が認知するものであることが重要なのです次に体が認知する最小量というのもポイントですそれらは 体を修復するスイッチに働きかける信号として必要なのであって信号となりえないものはただの不要物もしくは毒です私はこの信号をヘルスプロモーショナルシグナル第4章と読んでいますヘルス健康をプロモーション組み立てするシグナル信号です少し前に健康と病気の境目あるいは病気の時の下痢 ート発熱発汗鼻水核炭などは全て出す反応になっていると書きました大正から昭和にかけて西医学として健康法を普及した西勝蔵氏は症状測量法の原理と唱えています症状は同時に治ろうとする現象として捉えられるというわけです出す反応というのは 体が排除すす。べきと認知しているのです私流に言わせていただくと症状のついでに治る病気が自己治癒するのであって反対から言うと自己治癒可能な病気が治る原理は病気はついでに治ると申し上げたい。そこにには、反応の種になる治せという信号をヘルスプロモーショナルシグナルが必要なのです。